はい3112回始めます、えー6月じゃない、7月26日です、早いね、オリンピック、ね今日開幕式ですよ、はい開幕式はちょっと見たいね、今回、あのー、ねエッフェル塔とかベルサイユ宮殿とかえコンコルド広場とかそういうね有名なところでないろいろ競技とかやるみたいだし、開会式がセヌ川っていったかな。うん、あのー いわゆるねオリンピック会場みたいなところでやるわけじゃなくて、その辺のか何パリの、ね、観光名所でやるみたいだから、いろいろ競技も、あと開会式なんかも、ちょっと面白いねあのオリンピックになりそうですね、今回はね。はい、ということで、このね3112回ね、あの公開される頃っていうのは、もうオリンピック、思いっきり盛り上がってる頃じゃないですかね。はい、始めたいと思います、えー。北海道新聞からですねこれ 上司,上司からセクハラを受けてるってことでねあのに <laughs> 仕事中なのに部下の20代女性にわいせつな行為っていうことでね、まあ、上司が部下に手を出しちゃいかんよわいせつな行為をした上司の55歳男逮捕容疑を否認していると同意があったと思っていたっていうねこの加害者の男側わいせつな行為しといてねもう よよく言うよね同意があると思ってたっていうねこれ同意なんかないですから確認したんですかっていうことですよ大体、うん、いい55歳が20代の女性に、まあ、これ <laughs> 一言じゃないんだけど一言じゃないんだけど同意ないですから <laughs> 北海道新聞会社の部下だった女性にわいせつな行為をしたとして7月16日、えー、55歳の男が逮捕されましたと。うん 不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは北海道函館市に住む会社員の男ですと55歳男は去年12月23日午後3時30分頃函館市内の店の敷地内で店の敷地内で20代の女性にわいせつな行為をした疑いが持たれていますと警察によると、えー、2人は当時会社の同じ部署で上司と部下の関係にありましたが 2月になって女性が警察に上司からセクハラを受けていると被害を相談しましたとその後女性への聞き取りなどから容疑が固まり男を逮捕しましたと調べに対して男は同意があったと思っていたなどと容疑を否認していますと、うん、犯行当時は勤務中だったということで、えー、警察が動機など、えー、状況を詳しく調べているってことでまあこれねうん。 まあ上司と部下の関係で何だか知らないけどえ12月23日の午後3時30分時間午後3時30分だからまあ普通だったら勤務中だよね勤務中の時間帯うんこれ飲食店あ函館市内の店の敷地内ってなってるんだけどこれ店って何の店かね飲食店の敷地内なのかねまあとにかかくどっのの店の敷地内で えー、女性にわいせつな行為をしたっていうことでこれ建物の,なの中なのかな具体的なことは何も書いてないんでね分かんないけど店の敷地内っていうことしか書いてないけど建物の中,中なのか屋外なのか分かんないけどでわいせつな行為、ね、わいせつな行為も具体的に書いてないから何もかも分かんないんだけどまあ触ったんでしょうおそらくねお尻なり胸なりねもしくはもっとね触ったんでしょう。 ねこれがまあ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 あのー、仕事中だったし仕事の勤務時間内だったしで上司と部下の関係だったし、あのー、わいせ褻な行為っていうことでね、うん、12月23日ですよ今7月でしょ、うん、半年ぐらいかかってるねこれ逮捕までねうんまあ女性に。 2月になって女性が警察に、うん、上司からセクハラを受けてるっていうのを被害を相談してその後聞き取り調査を行って、うん、容疑が固まったっていうことで随分時間かかるね、うん、まあ、34ヶ月ぐらい聞き取りとかして時間かかって今回逮捕っていうことでまあそのわいせつな声もよっぽどなことだったんでしょうおそらくねよっぽどなわいせつだったと思うけど。 これはうんまあやっぱりこのニュースで気になるのがまあ他のニュース同様他のねあのセクハラ同様なんだけども男ねバカな男はほんとこれ言うのよ同意があったと思っていたこれよ、うん、勘違いだからまあ55歳の男が20代の女性好かれることはないよあんまりよっぽどじゃないとよっぽどじゃないと。 本当、ね、いかに勘違いの男が多いいかっていうことですよねあの男性諸君ね私も含めてあのモテないから思ってるほど、うん、まあせめて40代ぐらい、うん、50以降の人は40以降、うんまあ、同いまあプラマイ5歳ぐらい5歳から10歳ぐらいマックスでも、うん、ぐらいの人じゃないと、あのー、そういう相手にはならないよと。うん そんな、ね、10も20も30も離れてるような、うん、人から好かれるっていうことはないから、うん、で同意を得るってねこの不同意わいせつ不同意成功これですよね法律変わって不同意わいせつ不同意成功同意があったかなかったかこれ同意があったなかったっていうのは分かんないよ、うん、全て男の思い込みいいように思い込むから男っていうのはね、うん そのギャーとかキャーとか言わないで断れないのも上司だから女性もねギャーは言えないだけであってうんあの会社外だったらこれただのおっさんだから20代のね女性からしたらそういうこと考えるとねやっぱりねあの身近な女性にはね手出さない方がいいと思いますよ本当にあのね会社ないとかねあの知人とか手出さない方がいいと思うねあの勘違いだから恋持たれてないから、う。ん 全く関係ないね、お金でね、あのー、やり取りで,できる、そういうプロの方にね、あのー、お世話になった方がいいと思いますよ、そういう方はね、はい、うん、あのお金の場合はね、お金のやり取りっていうことで同意あるわけだから、うんはい、そっちの方がいいと思うよ、これ、めんどくさいからこうなると、不同意わいせとかになってくると、ね。 会社もいらんなくなるよ、これ。セクハラ受けたなんつってね。お尻触られた、胸触られた、勤務中に、なんて言ったら。会社いらんなくなるから、こんなの。同意があったと思っていたなんてさっ,って。通用しませんよ。うん。ねはい。ということです。皆さん気をつけてまいりましょう。ということで、今日はこれで終わりにします。ね。またちょっと、あのー、明日、ね。気合い入れてやってきますんで。なんかね、日に日にしゃべりがね、なんか隔絶も悪くなってくるしね。しゃべりも下手くそになってくるんだけど。 ちょっと気合い入れてね明日また喋りたいと思いますね今日ちょっとしか喋れなかったんですはい皆さんまたお会いしましょうねはいよろしくお願いします失礼しますチャンネル登録高評価お願いします